「七不思議探検」。 小学校六年生の夏の話。俺の小学校にも七不思議というよくあるあれがあり。めんどいからリストアップはしないけど、とにかくそれを一つ一つ友人三人とチェックしてやろうということになった。何せ夏休み、暇はたっぷりある。ただ七不思議であるからには、 夜にチェックをしないと意味がない。校内への侵入経路は現地で探すとして、小学生だった自分たちにとってのネックは、夜どうやって家から抜け出すか、だった。俺は法人主義というか何というか、夜抜け出して散歩に出たりしても、咎められない家だったからいいとして、問題は他の二人である。 まず A。A は団地の4階に住んでいるため、窓から抜け出すことは不可能。おまけに両親2人ともが、物音とかにめっぽう敏感らしく、就寝後、こっそり漫画など読んでいても、察して部屋に入ってくるほど。続いて B。B は門から玄関まで、距離があるような家に住んでいる。つまり、金持ちである。 当時からセコム的なものを導入しており、よくわからないが、B の姉が深夜家を出ようとしたら通報されたらしい。いろんなことを考えてみたが、小学生にうまい知恵が浮かぶはずもなく、とにかく頑張って集まろうということで話は終わった。そして夜、学校の裏に、 午前0時集合。30分待って来なければ突入。結論から言うと、3人とも集まったが、学校への侵入ルートが見つからず、諦めて近くの墓場を散歩して解散となった。問題はその翌日である。深夜 B の家に強盗が入ったらしい。 お父さんが重体。お母さんとお姉さんが軽症。B はその時いなかった。それから B とは会えなくなり、夏休みが明けても、2ヶ月ほど B は来なかった。やっと来たと思ったら、転校するとのこと。先生に付き添われて、朝の会にやってきて、転校する旨を言い、 社交辞令的な挨拶をして、鉛筆を配って終わり。目を合わせることができなかった。俺は正直、恐ろしかった。まず、二ヶ月半ぶりに見た B の顔が、別人みたいになっていたことが怖かったんだけど、それ以上に、七不思議探検なんて言い出さなければ、という根拠のない、 罪悪感があったからだ。ただ今思うと、B の家に強盗が入ること自体は避けられなかったとしても、導入していたらしいセキュリティはどうなっていたのか。B は家を抜け出すにあたり、どうにかして、そのセキュリティを切ったんじゃないか。そのせいで強盗が入ったんじゃないか。 そうなるとやはり自分にも責任の一端がある。まあ B はセキュリティとは無関係に抜け出したのかもしれないし、セキュリティ自体が切るとか切らないとかそういうものではなかったのかもしれないし、強盗にたってセキュリティ関係ないような侵入をしたのかもしれない。まあ全てはわからないんだけど。 男たるもの来年定年を迎える親父から聞いた話。うちの実家は代々男たるものみたいな気風があったらしく、男児は皆何かしらの武術をたしなむのが暗黙の了解だったそうだ。親父の親父、父方の祖父はその中でも傑出していて、 空手、柔道、合気道、刀剣術、銃剣術、何でもあり。戦地も経験済みで、いかつい大男だったそうだ。親父も子供の頃、祖父から空手を習ったけど、まるで物にならず、よく、鬼みたいな顔した祖父に、木刀で頭や尻をひったたかれたらしい。 で、大人になった親父は、家を出て働こうとしたんだけど、英才教育がたたってしまったのか、異性だけ良すぎて、どこの同僚ともうまくいかず、首が続く。酒と女に溺れて、今で言うところの、ドキュンニートになっていた。女のところに行っていたから、引きこもりではなかったらしいけど。そんなある日、 悪い仲間と酒を飲み、女を抱き、泥酔して、部屋に戻って、眠った親父。すると部屋にいきなり、日本刀を抜いたじいちゃんが、怒鳴り込んできた。今までは、若さゆえ、そういうこともあろうかと、見逃していたが、もう我慢ならん。我が家の男児として、恥ずかしくはないのか。 親父は行転したものの、酒に酔い血気盛んであったので、抜き身で現れるとは、親父こそどういう良権だ、猛力したのかこのじじい、と殴りかかった。二人はしばらく争いあったが、もともと異性だけの親父は、祖父に散々にぶちのめされて泣いて土下座した。祖父は親父に、 数時間。まあ、体感時間だそうだけど、説教した後、心を入れ替えなければ、何度でも来るぞ。いいな、わかったな、と、何度も、念を押して帰っていった。そこで親父は、ふと目を覚ました。散々、暴れたはずの部屋も、特に乱れた様子はない。 しこた玉殴られ、蹴られたはずの体も、あざも痛みもない。夢だったのかと首をかしげるも、あのリアルさは心に残った。そして次の日、祖父が亡くなったという知らせが入り、葬式をするから戻って来いという連絡。祖父の顔には大きな青炭。頬は真っ赤に腫れて、まるでどこかで、 喧嘩でもしてきたかのようだったそうだ。親父はびっくりして、祖母に聞いてみると、昨日、祖父が寝ているはずの部屋から、人が暴れるような音が聞こえて、様子を見に行ってみると、そうなっていたとのこと。親父は感極まって、昨日の夢の話をして、親族全員で号泣したそうだ。 それから、親父は心を入れ替えて、会社に勤め、母さんと出会い、俺たちを育て、今こうして話をしている。親父は、出来の悪い息子を殺すつもりで来たんだろうけど、結局それができなくて、自分だけ怪我して帰るとは、全くあの人らしいよ、と笑っていた。 正直俺は、笑えないことに気がついたけど、親父が笑っているんで、まあ黙っておいたよ。め俺の友人の話を、ある日友人が、止めてくれ、と言ってきた。一人暮らしなんで、 奴を止めてやることは時々あったけど、この時は明らかに様子がおかしかった。妙にビクビクしているし、顔色もえらく悪い。風呂上がり、ビールを片手に話を聞いてみた。奴曰く、家にいると目に見られるんだという。目ってなんだと聞き返す俺に。 奴は説明してくれた。とにかく、目としか言いようがない。それは、ありとあらゆる隙間から自分のことを見てくる。本棚の隙間。カーテンの合わせ目。エアコンの吹き出し口。開いたカバンの中。挙げくの果てには、布団の奥から、など。 人の顔というよりも、暗がりの中に目だけがあって、瞬きもせずに、ただじっと見つめてくる。どう聞いても幻覚症状だ。これはやばいんじゃないか、と思った。確かにしばらく前、隣の住人が、うるせえ、と、ぐちっ,っていたような気はしたけど、そこまで参っていたのか。 疲れてるんだよ。ちょっと病院に行ってこいよ、と友人を励ましつつ、その日は寝た。奴もなかなか寝つけなかったみたいだけど、最終的にはよく眠れたみたいだ。その後一週間かそこら、奴は外泊を続けたらしい。さすがに、俺ん家に連泊をするのははばかられたのか。他の友人のところとか、 満喫とかで過ごしていたようだ。だが、さらにその後、奴は入院することになった。いわゆる、精神系の病院に。見舞いに行ったが、面会もできないような状態らしい。奴のお母さんが泣きながら、来てくれてありがとう、と、それでもお礼を言ってきた。心が痛むけど、 やつのことも気になったので、お母さんに詳しいことを聞いてみた。そうなってしまったきっかけこそわからないけど、今息子はノイローゼ状態にある。手で固く両目を覆って、何も見ようとしない。一度指の隙間からこちらを見たとき、絞り出すような叫び声を上げて、 見てる。見てる。暗くないのに、見てる。と、泣き出してしまった。で、こういった話にありがちな、陳腐なオチだと言われそうだけど、その少し後になって、奴のアパートの隣の部屋から、遺体が見つかったそうだ。聞いたところによると、心臓発作を起こしての、 突然死。一人暮らしのおっさんで、身寄りもないし、また冬だったので、発見が遅くなったらしかった。死の直前の苦痛は相当のものだったようで、部屋の中のものは激しく散乱、押し入れの襖なんかもバタバタ倒れたりしていたらしい。苦しんだすべか、押し入れの奥、 隣の部屋側の壁に顔面からのめり込むような変な姿勢で倒れていたということだった。カッと両目を見開いたままで。